産業組合とは1900年に交付された産業組合法によって設立された日本の共同組合のこと。現在の農業共同組合、信用金庫、信用共同組合、生活共同組合の母体となった。以下の4つの業種がある。当初は信用事業と他の事業の権営は認められていなかったが、1906年に産業組合法が改正され、 経営が可能となった。産業組合法が成立する以前から、頼もし、無人口や法徳者などの金券貯蓄組合や販売、購入組合などが自発的に誕生していた。また、ドイツの共同組合のあり方を参考に、品川や次郎や平田東介らが、信用組合法案を構想し、1891年の帝国議会に議案として提出したが、 審議未了で廃案となっている。その後、農場無償によって法案が整備され、1897年に法案を帝国議会に提出するが成立せず、1900年に再度提出して、ようやく成立した。当初は信用事業を中心とする農村組合として組織されることが多く、そのため構成員も富裕な地主、上層農民が中心となる傾向が強かった。 日露戦争後、疲弊する農村経済の維持、発展を目指す産業組合運動が盛んになり、全国に普及。明治38年、全国のおじ会会長の加納久が、全国産業組合役員協議会を開催し、同年に大日本産業組合中央会が創設される。道府県には、その分解が置かれるようになり、系統化が進められた。 1930年、昭和恐慌が始まると、農村経済は甚大な影響を受けた。これに対し、農林省は、1932年から、農産予算経済構成運動に着手するが、この中核として期待されたのが、産業組合である。政府は、産業組合が設置されていない町村の解消と、信用、購買、販売、利用の4種事業の権営を推奨した。 さらに、全農家を産業組合に加入させて、組織強化を図るため、政府は1932年に産業組合法を改正した。この法改正によって、それまで法的に拘束されることのなかった、ブラック単位の農家組合である農事、実行改良組合などの農事国組合は、簡易法人として認可され、法人として産業組合に加入することが可能となった。 また、1933年には、農村負債整理組合法が交付され、国庫からの定理融資の受け皿として、集落単位の負債整理組合が設立されるが、その大半は、産業組合が担った。勢いづいた、産業組合中央会は、1933年からは、産業組合拡充後、可燃計画運動を開始した。その実行部隊となったのが、同年に、 全国連合化した産業組合青年連盟である。このような活動は商工業界からの反発を招くことにもなった。サンアオ連はその後新体制運動に交流し、1940年には農村共同体建設同盟に改組されたが、1942年に政府から解散を命じられた。日中戦争が長期化すると各種農業団体の統合が課題となった。 1941年には、帝国農会、産業組合中央会、全国販売購買組合連合会、産業組合中央金庫などの中央7団体によって、中央農業協力会が結成される。さらに1943年、農業団体の統合を目指して、農業団体法が成立した。これにより、中央では、帝国農会、 産業組合中央会などが解散し、中央農業会、全国農業経済会に再編された。地方においては、農会、産業組合などが解散、市町村、道府県単位で農業会に再編され、共同組合から戦時統制団体へと転換した。また、産業組合中央金庫は、農林中央金庫に解消した。 中央農業会など農業会の全国組織は1945年7月には戦時農業団として統合され9月には全国農業会と解消農業会は1948年までに農業共同組合へと移行した1917年政府は産業組合法を改正し市街地の信用組合を都市の中小商工業者専用の 市街地信用組合と従来の産業組合法に基づく準市街地信用組合に分けた。その後、市街地信用組合は徐々に定着し、都市における金融機関として発展していった。その結果、1943年には従来の産業組合法から独立した市街地信用組合法が成立し、範囲を拡大した市街地信用組合は、 信用金庫へと移行していく。ありがとうございます。